あの時の裏原事故を掘り起こせ。今回、95年1月号ですね。の、ラストオージー3になります。はい。で、ラストオージー3は、お正月休みに向けて、高知一郎さんが、原宿のお店を紹介するという。で、高知一郎さんは、何ぞやというところが右上に紹介されていて、アストアロボットの店長です。で、ストアルーム。で、2号さんの謎京屋ということでも、有名ですと。頃にはもう地元に戻っていろいろやってるってことだよね。ストリーム結構当時の裏原の通販の有望な、グッドイナフのモッズパーが出た時、ストアルームで買わせてもらいました。それ電話通販みたいなやつ。あ、当時電話通販でした。現金書留送ってね。そうです。なんか青森だから通販の、優先順位で後ろになるのかちょっとわかんないですけど、ストアルームだけは残ってた。ああ、なるほどね。でも俺、クアントとかでその辺の通販できるリスト3000ぐらいで買ったんだけどさ。ああ、ありまそう、したね。あれはこう、都道府県別に北から並んでるから、ストアルーム結構上の方なんだよ。ああ、俺なるの。ほど。じゃあ、一番初めに電話するとこになっちゃう。そうそう、だからみんな結構上から攻めてくから、俺南から攻めてった記憶あるんだよ。クアントで、その現物を探して買うんじゃなくて、現物を売ってるリストを買うんでしょ？ わそうけでわす、そかうでんす。なく。現物を売っているであろうお店のリストを買うんです。確実にい手や、に入おれた前人よ。だったら、リスト欲しいですよね、多分。だから、あそうそうそう。れ、なんかリノアアルズにそアークの、とか、はい。なんか知バーっゲてンるとか店っさ。ていくつもなかったですもんね、そう、そうなのよ。自力でって4、5軒じゃん。そうですね。でもなんか、あと、ダブルダッチと富か。山とか、そう、なんか結構レアな地域にあるんだみたいな、それで知るってあったもんね。そう、なんか足利の方にもなんか一時期ありませんでしたっけ？なんか栃木に使わ覚えてないな。宇都宮にアーク、アあ、うーち、ク、あ、そうだ。アークが確か。はいはい。だけどアークじゃなくてチョイスだ。アークの前。そう、だっなんてか群そう。馬のエースリミテッドとかああ、ありさ、ましたね。S3 見てた。なんか一と時期、か、群馬ってノーウェアが一瞬だけできたことあったんですよね。お膝元ですか？野屋高崎でしょ？ノーウェア高崎。俺、オープン日並んでたもん。そうなんだ。そうなんだ、ざわざわ。あれですよね、並びペましコ、た。ふみさんがやられてたんですよね、確か。それはその日オープンだっていうのを分かってて言ったの？分かって言ってましたね。そう、それは。まあまあ、ちょっと話逸れちゃいましたけど。今回は、この、原宿、もう、じゃ震ちょっ源地とのお店リストね。表参道から入ってきましょうか。ウェンディーズ曲がって、浅良川隣にヘックがあると。ああ、これもうオープンしたてって感じなんだね、じゃあ11月19日にオープンしたね。わあ。ショップで、ヨッピーがディレクションしてると。11月だから、これは94年ってことだよね。オー24プンし年たののが。11月ですね。はい。で、多分これ、リリース、多分年内に出てるコースよね。1月号の。1月とはいえね。年末号はい。だったのかな。年末に発売してるやつなんでしょうから。で、1ヶ月前ぐらいにできてるんでしょうね。が、ヘックが、まずありますと。で、そこ右に入って、これもまだ山小屋作り。11月27日にはリニューアルオープン、93年にオープンして、1年ぐらいでリニューアルしたはずなんで、あ、じゃあ移転するんじゃないですか？こっから。地下っすかね。地下に。で、また、表参道を出て遊歩道から進むと、ジャンクヤードが出てきますと。出たネイバーのジャンクヤード時代。ってことですね。うわ10月29日にオープン。40%。これめっちゃちっちゃかったよね。ちっちゃかったっすあ、ね。そうっすよアね。フターマスか。あ、高木寛さんとの番ですよね。プロスペクトっていうのは何？プロスペクトは、あれ、ふみさんのブランドじゃなクミさんくて。ふみのブさラんンドのじゃブないですランか。ド。へえ。はで、40%か。い。ですね。あ、プロスペクトって書いてあるのか。プロスペクト。ただ、なんかちょっとバイクっぽかったもんね。バイクっぽいですね。まあ、だからネイワーにあって叱るべき。大家にも置いてあったけどね。で、ヴィンテージキングのスニーカーショップと。VKS。ジャンクヤードから移転しましたと。この外観が、今思い出した、なんかすごい、ニューヨークとかにあるような、ああいう、インド人とかがやってるスニーカー屋っぽいというか、なんか、かそうだね。なんか、っこいい。そういうちょっとアメリカンとか、なんかフッサっぽい
感じもするしね。レジの上に一足だけ絶対置いてあって、結構いいスニーカーがそこに置いてある系のお店っぽいですね。で、隣がノーヤーリミテッドですね。これはレディースがどうのって店？そうですね。あ、これも1、2年ぐらいでサクッとなくなっちゃうっすけど。うん。あれ、東京堂ってこの間にあったんだっけ？間っすね。うん。そうっすよね。ですね。間でこのノーエアリミテッドのところが、後でネイバー。ネイバーっすね。ね、ああ、なるほど。ちょうどあの二股に分かれる、あの、境目のとこっすよね。うん、そうっす。ウッドデッキ的な感じの、うん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 。で、ずっと行くと、縦長の ELT が。だいぶ離れてるよね、ここやっぱり。なんかもっと近いイメージでしたけどね。いや、このなんか隠れ家感つったらないよね。で、隣に FFA とかも多分できてくるよね。やっぱ94年、95年がだいぶシーンがこう成熟してきます。多分、裏原、まだ裏原ってワードになってないもんね。ないですね。うん、トンちゃんとプロペラ通りにほぼね、この地図だとないっていうのがすごいっすよね。そうっすね。確かに。もう裏、まだ裏の裏。裏の裏っすね。時代。うん。うん、言うほどの多いっすもんね。うん。ジャンクヤードってやっぱ大事な役割を果たしてたわけですよね。うん。こういうフリマの延長でお店出せて、ネイバー、チャプター、リンキンみたいのが入ってたわけじゃないですか。そう、もうだってジャンクヤードも必ず行ってたもん。原宿行ったら。うん。って感じですかね。はい。はい。じゃあまた来週。はーい。